リボンチャンネル。もう雨宮さんは私の心配ばっかりしなくて大丈夫です。私が自分で話す。瑞希は私のお姉ちゃんだから。もう自分の気持ちを隠さない。ちゃんと向き合う。瑞希、入るよ。うん。さっきのことちゃんと話そう。瑞希が心配しなくていいって言ったのは、もう私のフォローはいらないってこと？いらないです。私は雨宮さんにとっていつまでも助けなきゃダメで、何も話せない人ですか？そんなこと思ってない。瑞希が何でも言い合える家族になりたいって言ってくれたこと、本当に嬉しかったんだよ。じゃあ最近元気なくないですか？何かあったら言うね。なんであの時はぐらかしたんですか？あ、雨宮さんはいつも何でもできて、笑顔で完璧で。嘘つきです！わかるもん。毎日顔合わせてるんだから。ずっと雨宮さんが本当に笑ってないことくらい、隠して遠ざけようとしてることくらい。雨宮さんのなりたい家族って何ですか？大事なこと隠し合ってニコニコ楽しい話だけすること、そんなのただの他人です。ダメだって分かってるよ。でも笑って隠すしかないじゃん。思っちゃったんだから。瑞希が私よりも友達とまっすぐ向き合って親に愛されてくのを、これ以上見てるのがしんどいって。すごい美味しそう。お腹すいた。食べよ食べよ。それを雨宮さんが言うんですか？何？大声出して喧嘩？どうしたの？珍しい。ごめん、何でもないから。言ってしまった。本当に伝えたいことは。続きはリボン最新号で。見逃し厳禁。表紙&関東カラー、村真由先生のハニーレモンソーダ。ドキドキの連続。増ページでコンキュンの秋。ミノポン先生のウイコン。奇跡の家族愛。ファンタジー読み切り。あゆむん先生の未来に会える日まで。コーナカエに最高の幸運を。エリタン先生新作読み切りは疫病神に幸せを。ハロウィン限定謎解き読み切り。魔女見習い